改めましてこんばんは、ハライチの岩井ゆきです。サービューです。1月…何ですか、このさ、はい、こうね、はい、ラジオブースにいるじゃないですか、はい、外でマネージャーが見てるでしょ、うん、ね、うん、この本番中に明日のスケジュールとか送ってくんの、うん、そう、今なっちゃうかもみたいなさ、大原からですか、うん、送られてきた、そう今送るのなんかやってるわ、全然こっち向かないじゃん、本当にいや、やばいよ背中向けて全然こっち向かない、ね、仕事を遂行してるだけだから別に、うん、マネージャーとしての、うん、それはまあいい、今まあなんかそうだよ、こうやって学園にいるじゃん、うん、はい、あの学園に一緒に行ってしゃべったりしてて、うん、でその直後とかに送ってくるの、うん、ほら、あ、スケジュールとか、うん、メールとか、うん、なんかその別に、うん、なんかこの人がこのマネージャーが送ってるんじゃないような感じなの、もうなんか送りましたとかないの、なんかその、ああ、なんかわかる、うん、それたまにあるわ、確かになんかまあそうね、うん、今送りましたんで、うん、とか、うん、とか言わなくてもそう送りました顔はするよね、まあ、あたかも会社からもう自動に送信されてますみたいな感じなんだよね、そうね全然こっち見ないんだよ、そうですね。